西口東福生駅は東京都福生市武蔵野台一丁目にある東日本旅客鉄道八高線の駅である島式ホーム一面二線の地上駅。歩道橋を兼ねた自由通路に橋上駅舎が設置されている。2007年福生市によって自由通路とホームへの階段に上屋が設けられ雨や雪の日でも濡れずに当駅へ向かうことができるようになった。 西口側に平屋建ての旧駅舎が残存し、倉庫として使われていたが、2016年に解体され、跡地には、福生市営福生駅西口自転車駐車場が開設された。無人駅であるが、現在は平日ピルマの時間帯を中心に、管理駅の灰島駅から駅員が派遣されるようになっている。また、2016年4月1日から4年間、駅及び、 駅周辺の美化活動を行うボランティアとして JR 東日本 OB に名誉駅長を移植していた。簡易イカ改札機、乗車駅証明書発行機が設置されている。かつては自動券売機も設置してあったが2021年6月30日をもって営業を終了した。なお、校内にトイレはないが、東西の駅前広場に各1カ所、 車椅子対応の公衆トイレが設置されている。2010年度の1日平均乗車人員は1422人である。近年の推移は下記の通り。当駅は福生市の北部に位置しており、周辺一帯は主に住宅地となっている。東口側は国道16号及び在日アメリカ空軍横田基地に面しており、アメリカ同時多発テロ事件発生後、 ベロ警戒のため警察官2名が配置されていた時期があった。また、駅周辺地域を中心に、米軍ハウス形式の住宅が今も若干残っており、国道16号沿いに立ち並んでいる。一角ではかつて、フジテレビ系列のドラマ、アルジャーノンに花束を、の撮影が行われた。その他にも2006年公開映画、シュガースパイス風味ゼッカの撮影も、 東北西駅そのままの名前で行われた。西口から南西へ約900メートルの位置に大梅線伏線駅がある。駅周辺にバス停はないが西口にタクシー乗り場がある。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。